はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズ3の体験版ですねをちょっとやっていこうと思います。まあ、物語とかイベントとかは、まあ、本編入ったら見ていくということで、まあ、動ける場面の探索と戦闘あたりを少しやっていこうかなと思います。一番最初スタートはロザリーヒルから。呪いを解く研究で忙しい。あ、名前はミカミックスでやってきます。魔物を攻撃できない呪い。こやつじゃ。ズッキーニ、最初のモンスター。どうじゃ、バッチリじゃろ。質問で答えたらこれになった。このモンスターでよいかの。質問3つあったからそんなに多くはなさそうだよね。ちょっと他のも見たいは見たいな。ではもう一度質問するぞ。てか普通にもうポケモンみたいにさ、モンスター選ばせてくれ自分で。マンドラ、スライム系か。こやつじゃ。またズッキーニかよ。こやつじゃ。泥人形か。だったらなんかスライムがいいな。どうじゃ。ん？しかも仲良くするんじゃぞ。間違えてハイにしちゃったよ。泥人形になった。スライムが良かったのに。泥人形でいいよ。スライムに好かれたかった。ではモンスターマスターの基礎を伝授しよう。よし、じゃあスライム戦おう。戦う命令スカウト作戦。スライムはマジで欲しい。とはいえ最初はまあ戦おうか。行け、借りて。え、ヒットメント32もあんの。強いな普通に。泥人形。経験値は35くらいでレベル上がるのかな。今度はスカウトアタックをしろということなんで、ヒットメント減らしてないけどいいのかな。 50.2 成功した。やった、スライム。共に行くぞ。スライムといえばスラリンでしょ。よし、じゃあちょっと行ってみるか。なんか季節があるって。あ、切り株お化けがいる。燻製肉。仲間多分3人だよね。普通に3人欲しいな。スライムもヒットポイント29あるし強い。とりあえずスカウトできるやつを。わ、22か。これはなかなかだな。まあ失敗するよね。機嫌が悪くなった。なるほどね。倒すか。じゃあよし、レベルアップ。スライムもレベルアップ。ヒットポイントプラス11とかすげえな。泥人形攻撃4上がってる。よしよしよし。あとは何の特技を覚えるかだな。これなんか登れるって言ってたな。夏じゃないとなんか登れないみたいなんで。お、こいつはなんだ。花巻ドラゴン。炎とか吐けるかな。とりあえず倒そう。今やることといえば攻撃することしかない。4。経験値は5。賢さの種を持ってた。で、ここになんかある。石ころ。石ころって感じの形じゃなかったけどな。あ、一角ウサギがいたな今。これケツから行くと先制取れるとかある。
え、一角ウサギなんか欲しい。今だ。お、いいねいいね、上がる上がる上がるって言っても 46% か。お、成功した、やった。よし、攻撃力は高いと信じたい。で、奥が目的地っぽいけど、取れるものは取っていこう。スライムなんて雑魚でしょ。こいつ経験値1とかしか持ってなさそう。スライム対スライムお見合いしてた。あ、3持ってんな。でも、あ、泥人形は攻撃力の上がりがいいな。スキルポイントプラス6、割り振ることができます。ちょっと 見るだけ見よう。ダンサー、守備力アップ、スラリン、スラフォース、素早さアップ、獣道、あー、メラホイミいいな。スライム叩き、デイン、ピオラ、ベホイミ、ヒットポイント自動回復までいけんのか。素早さアップはもう単純にパラメーターでしょ。泥人形ちゃんはスカラがあんのか。50を貯めなきゃいけないんだ。1レベル上がるごとにどれだけもらえるかだよな。ちょっとパラメーターを見たいな。ほぼ満タンってなんやねん。泥人形25181310、攻撃力25、うわ守備力弱い。18に対してスラリン9しかない。一角うさぎ攻撃力14、レベル1っちゃレベル1だからな。え、泥人形、そうすると攻撃力アタッカーとしては強いな。これ全部なんかアタックになってるけど、そういうくくりあんのかな。あ、魔物の餌3個やった。なんか使ってこう。あ、普通に飛び降りられるじゃん。なんかドラゴンみたいなやつ、火の息とか全体攻撃覚えられそうだからな。まあとりあえずは、じゃあちょっと戦いながら奥を目指していこう。一角ウサギ、攻撃力が上がった。満月草、季節は一瞬で変わる。てかすげえ、敵が、新しい敵がいる。魔物の群れになってるし、大鶏、毒、まあまあまあ。スライムはとりあえず倒して、右の S って何、敵のところにある。全員 S だな。何、耐久力結構あんな。スライム叩きやばい、強え。17も食らった。スライムに特化したものを持ってんな。よし、経験値13、結構おいしい。あ、そっか、スキルポイントって毎回毎回入るわけじゃなくて、区切りのいいところでスキルポイント手に入るのか。3で1回6ポイントもらえるね。で、なんか秋はなんかこういうのがあるらしい。なんもねえじゃねえかよ。寝てんなこいつ。やらせていただく。ナスミならまだ寝てるし。寝てる方がスカウトアタック効くとかあんのかな。
で、これは多分夏じゃないといけない。あ、ドラキーか。ちょっとドラキーも欲しいな。一回ほんの少しと少しだった魔物の餌の方が、ほっ、貴重さはなさそうだからな。はっ、で、いけ。あ、なんか初期ってプラス4があるのか。 OKOKOK、 ドラキーちゃん共に行くぞ。まあ、これもドラキーでいいでしょ。あれで、どうなった。あれ、4人パーティーでスタンバイがいるんだ。あ、なるほど、4人パーティーはいいな、かなり面白みがある。で、これゲットしよう。薬草、お、いいねいいね。あ、こいつあれだ、名前ももはや忘れた。そうだ、串刺しツインズ。最初はなかなかね、かっこいいモンスターいないよね。スライムナイトが出たらスライムナイトは絶対仲間にしたいよね。誰もが憧れる。まあ、スライムはねずっと入れときたいとして、多分泥人形も格としては強いんだろうな、ここら辺に普通にいるモンスターよりは。ナスビちゃん、ちょっと寝てるやつスカウトアタックでつっついてみようか。寝てんの一人だけだ。で、4人だからね、15、50くらいまで伸びないか。ドラッキーがやっぱりプラス6だから、あ、40いくつか。機嫌が悪くなったナスビーラはちょっともうほっとこう、寝てろお前は。じゃあご機嫌のよろしい方、33。あれ、ナスビーラ全体の機嫌が悪くなるってことこれも。あ、成功した。でもよし、ナスビーラ、これでスタンバイに入ってんのか。ほうほうほう、いいねいいね。ドラキーレベルアップ。あ、ドラキー初期レベル2か。ナスビーラちゃんはあれなのかな、ないのかな。闇の心、ドルマ持ってんな。最終的にドルクマまで覚えるのか。ルカに持ってんのもいいね。てか100ためんのにどんくらいかかるかだよな。まあ、ちょっと一旦置いとこ。ナスビーラダンサー、はいはいはい、薬草ゲット。モンスターの糞。あれ、なんか超絶こいつ機嫌がいいんだけど。でもドラッキーいるからな、持ってるマークがついてんね下に。機嫌がいいとスカウトしやすくなるのかな。ちょっと分からないうちに倒しちゃったけど、くし刺しツインズが出てきた。行くか、こっちも捕まえとこう。14、25、37、42。 OK、 最初の方は全然仲間にしやすいね。いろいろレベルが上がる。ああ、スキルポイントゲットした。ちょっと振りたい。スライムちょっと振りたいな。スキル割り振り。スラリン。スラフォース。ホイミまでいけんな。ん ?10。メラホイミ。やったぜー。デインも覚えるのか。やっぱりスライムいいな。メラを早速唱えた。15。まあまあまあ攻撃よりは今のところ強いな。一角薄、あ、スタ
タンバイしてるモンスターもやっぱレベル上がるね。経験値 100% 入るかって言われたらちょっと分かんないけど、せっかくだから大ニワトリも欲しいな。なんか先制される確率結構高いんだけど。まあじゃあ道具使っちゃおう。今度は使っていこう、モンスターの餌で行け。あ、ランク G って書いてある。これを。3パーから50くらいまではちょっと上がってほしかったけどな。おお、成功した。よし、これで一応埋まった。そのあ、まだスタンバイ枠あと1個埋まってないわ。季節によってこれモンスター変わってる。オオアリクイみたいなのがいいな今度は。あ、スライムは普通にいんな。あ、オセアーノンだっけ。そんな上等なもんじゃない、プチアーノンか。まあ最初だしちょっと今だ、使ったったけやってみよう。お、めっちゃくちゃ上がるわ。73。オッケーオッケーオッケー、共に行くぞ。からの洞窟の中に入ってみよう。ちょっとスラリンが結構メラ使っちゃうんで、ちょっとマジックパワー消費を抑えるためにメラはバツにしとこう。いざとなった時自分で操作してメラを使っていく。マジックパワーそんな多いわけじゃないからね。そして奥にも宝箱、これは石ころ。ここプチアノが大量にいるな。まあ、宝箱回収して、おお、魔法の小瓶。え、これってもしかしてマジックパワー回復？割と手に入るんだったら、ああ銃か、いいね。基本的にドラクエってあんまりマジックパワー回復できる手段が少ないと思ってたから、だったらいいかな。ちょっとまだわかんないんで、もしかしたら貴重かもしんないんで、このままにしておこう。石ころ、あれ、なんか出てきた。今のところこう素材みたいなのを何に使うのかが分かってないからな。よし、オオアリクイ、アントベアだし。確かにオオアリクイとちょっと色違えなと思ったら50超え。オッケーオッケーオッケー。これでモンスター多分送り込まなきゃいけないかな。スタンバイにはそうだよね、入れないから。じゃあこいつ串刺しツインズを入れ替える。オッケー。で一応ストック合わせて8体か。なんかドラキーの群れがいいんだけど。ドラキーたち、まあ言うても2体だしな。経験値効率的に4体くらいもう一気に出てきてもらっていいんだけどな。プチアーノンが上がった。ようやく3レベルか。毒消しそう、石ころ、ドラキーレベル5、スキルポイント、ドラキーちゃん。ヤイワクダキはこれなんか効果どうやって見んの。一回こうやるでしょ、ドルマ覚えさせとこう。で詳しく見る。攻撃力下げる。タナトスハント。あ、なるほど。状態異常の敵だと攻撃力が上がるっていう。混乱攻撃、ルカニ、ドルクマ、チュー。OK。まあ、とりあえずじゃあドルマでいいかな。一角ウサギってどうなってるっけ？
か疾風突きとかさ、魔人蹴り覚えてんじゃん。覚えてるっていうかあるじゃん。おお、なんか出てきた、いたずらモグラ。こっちも回収しとこう。今だ、上がりづらい。いやでも50超えてるか。成功率高いな。共に行くぞ。いたずらモグラ攻撃力は高そうだからな。じゃあちょっと、まあ、せっかくだから変えたい。ドラッキー、あ、でもドラッキーあれ覚えてかんな。あー、なんか主要メンバーはこれでいい気がするけど、一角ウサギとちょっといたずらモグラ変えてみるか。あ、ちょっと待って、で一角ウサギは入れてはおきたいからナスビ下げる。お、やべえサイクロプスがいる。絶対無理だわ。これゲームオーバーになるとどうなるんだ。でもこういうのってさ、絶対誰もがやるよね。ボスの音楽だし。とても強いモンスターと出会うことがあります。とても強いので心して挑みましょう。そりゃそうでしょう。スカウトできねえし。命令メラ。ゴーワンパン。ドルマ26、強いドルマ。なんか体験版でさ、サイクロプス倒すとか絶対なんか出てきそうだよね。マシンキー122、これ普通の攻撃だな。でもドルマで29当たるのはすごいな。もうひたすらメラだな。なんかヒットポイントいくつあるのかだよな。そして先制取られるからあ、2回攻撃じゃねえかよ。踏み潰された。あー、スタンバイ君も出てくれんだ。無理だけどね。みんなの実力を見よう。じゃあスキルを全く覚えてないから。アンカーナックル186。逃げられるのこれ一応。あ、逃げられる。でもこれ逃げるとさ、みんな死んだままじゃね。宿屋で休むと言ってもいいと思う。ちょっと待って待って待って、死にたいだみんな。ロードします。てかさ、オートセーブされてるからさみんな満身創痍なんですけど、どうしようこれ。一回戻って回復できるのかな。村に戻ればほぼ満タンとか。死んでるからな。だってこいつらのメンバーで行くのきつすぎでしょう。もうこっから戻るとでもめんどくせえかんな。とりあえずあのイベントのところまでは行っちゃおう。あ、やった、これで帰れるわ。宿屋、宿屋に行って蘇らせなくては。金はかかんない。 OKOKOK。回復した。よし、炭素を漁っていこう。漁れん。何も入ってないとそもそも漁れないのか。じゃあちょっとメンツを入れ替えなくては。うちの泥人形、スラリン、一角ウサギ、ドラキー。やっぱりドルマ強かったからな。みんなランクは G か。最初っていうか多分モンスターランク的に泥人形も G なんだ。うん、まあこれでいいでしょう。というところで、ドラゴンクエストモンスターズ3、まあまだ体験版は終わってないのでこの後も続けていきますけど、まあやっぱりめっちゃ楽しみですね。この先もう最初でもかなり仲間になるモンスターも多いし、あと配合ができるようになるとまた楽しみがね増えると思うので、
まあ体験までできるかどうかは分かんないんですけれども、ちょっとまた続けてやっていきたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。